本当に嫌な打席ですよね。3番バッターも多いですし、打つ打てるバッターも多いので、すごく慎重になりましたけど、まあ、木下が内部トリーの終了で何打席に収まりました。直後に少しありましたけれども、その後、すぐ前ボールが行きましたね。そうですね、やっぱり本当に良かったというか、すごく大事だと思いますし、気合入れて、他にもピンチがあったんですけど、なんとかしたことができました。勝利をファンの皆様に届けられるように選手に一丸となってやっていきます。